時刻の方は17時45分、今は小樽の天狗山の方に、向かってます。全くこっちは街灯がないんだね。どうですか。はい、到着です。ただいまの時刻はですね、19時16分、場所はですね、小樽のいろない不動公園、こちらの方で今日はスタンバイというか、ここで一泊といったところでございます。で、今日の晩ご飯はですね、久々にちょっと車中飯をね、車中飯っていうほどではないんですけれども、豚肉キムチ鍋ね、もう当然今日は鍋です、ね、鍋用に牛ホルモンを買いました。まあ、当然今日なぜ鍋かというとですね、まあお分かりでしょうけども、こちらの土鍋がありますんでね、これを使って一人鍋といったとこですね。先ほどのこちらのね、色物に入ってたやつを写したら、まあ全然何も入ってないよね。もうこんな感じで野菜少なめでいただきたいと思います。ちょっとこっちは月が悪い。今日の晩ご飯はキムチ鍋と、こんな感じでできました。ではいただきます。おはようございます。10月11日、時刻の方は7時45分、今日の朝食でございます。
9時になるんで、釜江のかまぼこを買いに。ってこと、釜江もやってんじゃねえか、はい、時刻の方は9時を回りました。釜江のかまぼこプラザ、こちらの駐車場はね、キャンピングカーでも全然入れちゃう、入りやすい場所になってますと。ただこっちの方は若干屋根が飛び出してるんで気をつけないと、背の高いキャンピングカーをぶつけますよと前回来た時にお店の方が言ってました。まあ、一応気をつければ、難なく入れます、うちのキャンピングカーでも。はい、おーい、どんどん、工場見学って言われる、作ってますな。てなわけでかまぼこを買います。こんな感じですね。ね、ここのなんかこういう雰囲気がいいよね。この雰囲気が良くて、とりあえず通ると。で、ある程度向こう行ったらもう折り返して帰ってくると。そんな感じで。